はい、今日は残念なことに雨です。なのでちょっと食材乾物等をちょっと、業務スーパーに見に行きます。
はい、完成です。そら豆のカルボナーラ。それではいただきます。そら豆、これのそら豆はね、こないだ取ってきたのを冷凍しておきました。今日はもうずっと雨なのでね、外も出れず、まあ、業務スーパーでパスタだけ買いに行ってきました。やっぱり業務スーパー安いんで、これからちょくちょく使っていこうと思います。で、ここにこうサラダ、このサラダもね、玉ねぎは畑で採れた玉ねぎです。これも美味しいんですよね。これはこの、アサヒポン酢をかけて、いただきましょう。まあ、パンは作ってないんですけどね。パンは作れません。よう作れません。ちょっとオーブンとかいるんでね。まあ、パン屋さんの友達いるんですけどね。ちょっと外国にいてるんで聞けないし、オーブンもないし作れないし、なのでいただきます。まずはサラダいってみましょうか。うん、これ美味しいんですよね。玉ねぎがシャキシャキして、新玉水分が多いんで甘いし、辛みもないし、サラダにも美味しい。今度またスープ作ってみたいと思いますけどね。それではパスタいただきます。カルボナーラ、そら豆カルボナーラ、そら豆入りカルボナーラ、いただきます。うん、美味しい。やっぱりベーコンはじめにね、カリカリになるまで炒めたので、油にベーコンの旨味が染み込んで美味しいです。あと黄身が入ってるんでね、やっぱカルボナーラ、チーズと濃厚です。そら豆ともよく合います。はじめね、ガーリックじゃなくてオイル系でいこうと思ったんですけど、ちょっとオイル系多いんでね、たまにはクリーム系にしてみようと思って。美味しい。うん、美味しいです。本当ね、この下にこう、あそこにバジルあるんですよね。バジルも使えてたんですが、まあ今度ジェノベーゼソースを作った時に使えばいいかなと思って、今日は使えませんでした。美味しいです。雨で畑仕事もできないし、最近小三角形も取って、多分この雨がやむとまた小三滝伸びると思うんですよね。そしたらこないだ食ったパスタ、タケノコで作った、あれ美味しかったんでね、またやりたいです。また取りに行ったもん、あれも美味しかった。これも美味しいですけどね、そら豆意外に使えますね。はい、今日は雨なのでどこにも行けず、庭を見ながらそら豆入りカルボナーラで乾杯。美味しい。パセリもいい匂いします。新しいんで。乾燥もそろそろできてる頃かな。いや、まだ雨から、雨だからまだですね。もうちょっと待たないと。